はい、よいしょ、よいしょ、お疲れーす。来ました、はい、今日も、成人式の、ふるさと帯、はい、また皆さん参考にしてください、はい、今日の注目のポイントは、今日は結構アシンメトリーの感じなんで、お、シンメトリー、アシンメトリー、アシンメトリー、うん、知らん言葉やな、これアシンメトリーって何？シンメトリーって同じこう左右対称、おーおーおー、アシンメトリーとと違う、おお、知ってました、知ってるか俺がいいか、アシンメトリー、うん、はい、今日学びました、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで今日はこれやっていきましょうか、はい、はい、それでは皆さん、ご覧ください、はい、はい、それではオープニングいきましょうか、はい、はい、じゃオープニングがいいスタート、はい、よいしょ、するものは帯、帯板、帯締め、帯揚げ、枕、三十仮紐、飾りで使用する小物、ピンチ数本用意してください。はい、では今日は帯は仕込みはなしで巻いていきたいと思います。まずは縦に巻いていくので屏風畳にしています。で、帯板2枚は脇の下に挟んでおいてください。では柄止まりは左脇です。手先を上げていくのでちょっとここにピンチをしておきます。で、手先は内に上げて内へ右側へ倒します。で、無地の部分がちょっと出るぐらいでいいのでここでこういう感じで処理をしていきます。で、そのまま締めます。で、帯板を入れます。で、もう一度締めます。で、左の下をピンチで留めます。で、上を少し折って、いう感じで上げます。で、手先を落として、このまま持っていって、ここで仮紐をします。手先を押さえるように仮紐をしていきます。で、手先は向こうへそのまま預けておきます。上の1本を取ってここの垂れを全部落とします。で、ここに置いときます。そしたら羽を作っていきます。次はこう下へ流していくので大体これぐらいの長さを見て、ここ斜めに山を取って、こういう感じで山を取っていきます。流れるように山を取って、真ん中のゴムに下から上にかけます。で、長さを、大体の長さを見ておきます。で、このタレのこの先は、左側を3分の1ほど折ってます。で、このままこういう感じで上げます。上げてこのタレの先をここの先一番手前のゴムに上から下にかけて留めておきます。枕を当ててぐっと上に上げます。で、帯揚げをかけます。残りのタレを揚げていきます。で、こことここのところは合わせてください。で、帯締めを通します。で、あえてここに飾りを持っていきます。
はい、では次は手先をしていきます。手先は先が半分になるように斜めに折っていってください。で、この背中にあるこのゴムに巻きつけていきます。で、残りは広げます。ではあとはきれいきれいしていきます。はい、どうもお疲れ様でした。今日もありがとうございました。はい、注意していただきたいポイントは、注目していただきたいポイントは、垂れ先で作ったところのこの帯締めにかかっているところとこの垂れ先のここが合わせることですね。でちょっとポイントとしてここ三角形にこう出るような感じにしているので、うん、でここからこう後ろから見えた時にちょっとこの帯締めの飾りがちらっと見えてる風に持ってきたので、およ、うん、ちょっといつもとは違うかな、うん、新しいね、今までなかったね、これね、うんうん、なかった、うん、で、ここでこっちの羽をうんと短くしてるので、うん、そういうあとはバランスを見ていただけるといいと思います、うん、こう大胆なアンバランスさが、うん、ね、いいと思います。はい、はい、気に入った、うん、はい、ということで、めいめいの木と、はい、いきましょうか、はい、恒例のめいめいの木、これで悩みますね。よし、決めた、また変な名前くんちゃん、決めた、何の変な名前って、俺は真剣に考えて降りてきた名前をそのまま君に伝えてるだけや。オリジナルなんで、はい、まだ名前がない、はい、まあ、降りてきました、はい、いきますよ、命名アマランス、年食いやどうぞ来た、はい、アマランス、どこが来たかって言ったら、うん、アンバランス、ね、アンバランスや、アンバランスから来て、アンバランス、アマ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 ランスや、これね、あのアマランスっていうねアーティストさんがいててね、はい、かっこいいんですよね、すごい大好きなの、うん、それの名前をちょっといただきました。はい、はい、いいね、はい、アマランス、はい、皆さん覚えてください、はい、でアーティストのアマランスさんも一回聞いてみてください、はい、はいはい、ということで今日終わりますか、はい、はい、それではまた次回お会いしましょう、はい、はい、それでは皆さんお疲れです、よいしょ、はい、はい、おまけです、今回は後ろに飾りを持っていったので、はい、ちょっと前がシンプルになるかなと思いましたので、はい、こういうところにちょっとワンポイントとしてお花を持ってきたりとかで、この帯締めを、飾り結びをしてちょっとこういう小物でアレンジをして豪華さを出してみました。はい、はい、ということで皆さんも参考にしてみてください。はい、はいはい、ということで、皆さんまたね、バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので、 SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。
ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので、 SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。